日本江戸の初期。悪く思うなよ。見つかると面倒なんでな。こいつは驚いた。大量の見張りだな。ここら辺は安全そうだな。だが念の暴作だらけだな。上様の次の攻撃に。最初の任務はあの門のところまで行くことだ。問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。この調子か。一体いつまで続くんだ。そんなことはどうでもいい。悪の僕は全然城には言えで眠っていろ。みんな集まれ。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。上で死んでいる。こっちもあるやん。個人うまくくぐり抜けるか、それとも暗殺するか。俺のことは見なかったことにしろ。さあ行け。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。迂回しよう。やつはバカだ。言うことなんか聞くなよ。用事隠れの術。そのうちみんな忘れる。あの音は。こっちも閉められたか。別の道を探すしかない。くそ、攻撃が始まった。いざ上様のために。逃げ場はないぞ。出てこい。死にたがりの侍か。気乗りはせんな。今はあいつを利用するし。十分な距離がある。手裏剣を使えば誰かに気づく。疲れる前にやれるだろう。フェロ、俺がいただく。まだだ。せっせっせっ、決まった。いいだろう。
士のおかげだったのか。名を聞く。先に中に入れてくれないか。感謝されるなら。よかろう。門を開けて。我らの運命は家来たちの我らが決める。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。奴らをおびき寄せろ。酒を使えばうまくいくかもしれん。こんなとこに我慢できんだろう。酒に飲まれよ。終わった。この大砲使えるかもしれぬ。風切り終わった。かたじけない。拙者は伊賀の隼人だ。伊賀。なるほど。上様が矢倉門を開ける。正門をか、中から開ける必要はない。火薬の樽が一つあればいい。容易ではないな。よかろう、お供しよう。そいつはありがたいが一人でやるよ。何を言う。一人なら困難でも二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだが。まあそうすればいい。だが静かに頼む。分かった。伊賀の隼人殿、お主のやり方に従おう。目立つところに死体を残さないように。草むらや樽、家の中に隠す。忍びに教わる日が来るなんてな。気をそらさないと。妙な音。手裏剣術。伏せろ。手に入れた。我が命、上様に捧げようぞ。将軍は守りが手薄な場所を狙ってくる。多山一殺。兵を送って瓦礫を片付けさせる。ここだ。シリカ、いや、あった。いいだろう。名誉の死ならばそれもまたよし。ただ中だ。
素晴らしい技だ、ハヤト殿。お主の班がもうないとは、惜しいことだ。そうだ。あんたも思った以上にやるじゃないか。ん？お主の不可思議な動きも、なかなかどうして素晴らしいものだ。また前線にいる。私が見ておるぞ。死が訪る。あそこの者たちか。網笠をかぶっているのか。奴らに酒は通用しない。職務を全うする奴だ。承知した。報告は。多山、いす。何を待っている。杯に泥が落とす。塔から発砲。誰か。佐久間殿に違いない。第三部隊の射撃の名手。同志が二人来たか。頭を使えば火薬だる一つで櫓門を開けられる。門の近くに樽を置くんじゃ。わしが爆発させる。しかし直接通れる道はない。地上矢倉門の上に続くはしごがある。力のあるものであれば樽を門の上に運び標的と。わしの銃に狂いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。助けるわ。よし、やったぞい。あれだ、やるじゃねえか。じいさん、ひょうきんな御仁ではあるが、我が兵に師としてお迎えしたこともある。兵の誰とて稚児のような扱いだった。こちら側についてくれて。おお、二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。ハヤト殿、拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ、
じゃあ なんてことはない。我らには明日がある。よく見えとるわ。都市には勝てんわ。この名をしかと覚えておけ。ある峠をたった一人で防衛したことがあるそうだ。塔の銃声に対し死体は15発使ったらしい。それがまだ心配せんでもよく見えるわ。心配せんでもよく見えるわい。を片付けさせろ。よく見えとるわ。うん、とある峠をたった一人で防衛したことがあるそうだ。塔の銃声に対し死体は15見つかったらしい。それが本当なら俺は上様のお茶組に降格だな。うん、位置についた。よし、やったぞい。うん、まだいかんでもいいじゃろ。止まれある戦だ。うん、終わった。ここで半分といったところかな。うん、見事な腕力だ。ヤグラモンの上半分といったところか。うん、見事な腕力じゃ。ヤグラモンの上に樽を置く程度は華麗なら一枚じゃろ。やったぞい。化粧鳴らせ。俺はなんだ。いるのは分かっておる。迅速に動かねば。何を探せば。
なんだ。油断するな。うん、見事。ヤグラモンの上に樽を置く程度、彼なら朝飯前じゃろ。うん、酒が回ったかの。おいじいさん、避けてる場合じゃない。大丈夫じゃ、次は外さんよ。任せたぞ。良い余興じゃった。我が主君の勝利なり。ついに戦乱は終結を迎える。やったな。だが分け前はあんたにはやらないぞ。構わん。だが全てが終わったら杯の一杯でも交わそうではないか。やはり侍は死にたがりだな。歴史が変わる瞬間に立ち会えるとは。長生きをするも。伝令、伝令、大名ヤムサルから北の塔を攻撃せよとのこと。お待ちください。そこは人がまだいるので。命令が聞けないというのか。今すぐ大砲を。はい、すぐに。撃て。お、何を考えておる。うわあ。